どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンで楽しくやらせていただいています。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談の方もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。今日はね、ワンちゃんが、ストレスを感じる生活環境5000ということで、今日はね、ワンちゃんがどんな環境でね、いるとね、ストレスを受けてしまうようになってくるのかっていうのをね、お話ししていきたいと思います。まずですね、一番最初に、ストレスですけども、これはね、人と一緒に暮らしていく中で、別に自分たちがワンちゃんに嫌がらせをしているわけじゃなくても、大なり小なり、これはもうしょうがないです。動物が違うのでストレスはかかってきます。なので、かかっちゃうのしょうがないよねっていうことじゃなくて、だからこそ少しずつね、生活の中で生じるストレスっていうのは減らしていけたら一番いいんじゃないかなと思います。一番ね、大前提として、ワンちゃんの性格によってもかなり変わってきます。例えばね、繊細で怖がりな性格の子だったりとか、もともと警戒心が強めの子、もしくはね、甘えん坊なワンちゃんなんかは特に要注意で、ストレスがね、特にね、こちらから与えたわけじゃなくても、感じやすい子たちも中にはいますので、そういう子たちの場合はね、接し方一つ一つがね、非常にね、こちらが気を使ってやってってあげないと、後々ね、大変なことにつながってきちゃうのかなと思いますので、ぜひね、皆さんも気をつけながらやってみてください。最初の一つ目ですね、一人で落ち着ける場所がないということですね。これはね、ワンちゃんにとってはストレスになりますね。いくらね、人と一緒にいるのが好きな子って言っても、私たち人間も一緒ですけど、例えばね、結婚したりとか、大好きな友達だったりとか、愛してますって言っても、24時間どこでもね、一緒にいて、ずっと見られてて、それで落ち着きますか？ね。中にはね、結婚してて、例えば一緒のお布団で寝るよっていう人もいれば、もちろんね、寝る部屋は一緒だけど、お布団分けますっていう人もいれば、中にはね、部屋を分けたいっていう人がいますね。どれが正解、どれが間違ってる、その人にとっての、距離感っていうのがあったりするので、自分はワンちゃんに関してはずっと人と一緒で、いいっていうのは、正直に言うと言えません。なんでかっていうと、一人の瞬間を全く作らないっていうことができないからね。一人の瞬間を作った時に、ワンちゃんにとってのストレスっていうのは、一緒にいる時が長ければ長いほど大きくなることは間違いありませんね。その中でもね、さっき言ってた甘えん坊な性格の子たちなんかは、ずっと一緒にいるのが当たり前になってくると、ちょっと離れるのが超ストレスになっちゃうね。そうなってくると、ワンちゃんにもね、体に異変が生じたりしますので、その辺もね、気をつけてみるようにしてみてください。2つ目ですね、家族と一緒に過ごす時間が少ないね。これもね、今ね、一人の時間が必要だって言ったじゃないかって思う方もいらっしゃると思うんですけども、何でもやっぱりね、適度が一番ですね。で、家族と一緒に過ごす時間っていうのも、きちんと作っていかないといけないと思いますね。なので、一緒にね、生活空間を共有していく上で、一緒の時間も必ず作っていってあげる。ただ、それがね、多すぎても良くないし、少なすぎても良くないというところで、やっぱりね、ちょうどいいね、一緒にいる時間っていうのを過ごせるのがお互いに一番いいんじゃないかなと思いますので、この辺もね、気をつけて、なるべくね、一緒の時間を取るようにはしていくんだけども、別々の一人の時間もきちんと取るように、ここね、適度にね、メリハリつけていくとストレスになりにくいんじゃないかなって。これはワンちゃんだけじゃなくて、人にとってもね、ストレスになりにくいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、きちんと一緒の時間、もしくは別れる時間っていうのは作っていただけたらいいんじゃないかなと思います。3つ目ですね、エアコンの風や、ね、直射日光が当たるような環境ですね。これが例えばね、サークルみたいにワンちゃんが動けない状態で、例えばエアコンの真下にあったりとか、ね、もしくは直射日光が当たるってなってくると、暑くてもね、避けようがなかったりすると困っちゃうんですけども、お家の中でフリーでっていう場合は、自分が好きでね、風の当たるところにいたりとかね、自分が好きで日向ぼっこして寝てる分には構わないんですけども、なんかちょっと暑いな寒いなと思ったら、自分で回避できる環境だったら全然構わないと思います。ただね、ワンちゃんに自分の体温調節をするような選択肢のない環境ですね。こういったものっていうのは、よくね、ストレスっていうと、なんかワンちゃんに嫌なことしたら とかね、自分たちは想像しちゃうんですけども、春先だったりとか秋口だったりとか、その気温がね、寒いところから暖かくなりかけとかね、もしくは暑い時から寒くなってきたりすると、体温調節するのにもね、ストレスがかかりますね。よくね、そのストレスでお腹の調子崩したりとかね、戻したりする子がいますけども、体温調節もね、ストレスに関わる問題なんだなっていうのはね、きちんと考えながら、ワンちゃんのサークルの位置考えていただけたら一番いいんじゃないかなと思います。4つ目ですね、生活環境が、ちょこちょこ変わるということですね。これがね、あんまりね、良くないんですよ。例えばせっかくトイレ覚えたのに、ちょっと間取りが変わったりすると、トイレが分かんなくなっちゃったりとか、そういうこともね、ストレスになってきます。で、もちろんね、ちょこちょ
ょこっとですよ、ちょこっとね、少し生活環境を変えるのはいいんですけど、ガラッて変わっちゃうようなことを、何回も、例えば分かりやすくて引っ越しだったりとかね、あとは大胆なお部屋の模様替えみたいなことを、ちょこちょこやっちゃったりすると分かんなくなっちゃったりしますので、これはね、生活環境っていうのはもちろんね、変える時も少しずつ変えていただけたらいいかなと思いますので、引っ越す場合はね、なかなかそうはいかないと思うんですけど、お部屋の模様替えはね、一気にやらないで少しずつやっていただけたら、ワンちゃんのストレスも違ってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、気をつけてみてみてください。はい、5つ目ですね。お留守番の前と帰った時の対応ですね。自分たちよくやりません。例えばお留守番今日長くなっちゃうからなるべく一緒にいようねって言って、ずっと一緒にいてあげて、はいお留守番ね、これね、ワンちゃんがね、一番苦しいパターンですよね。もう一緒にいて遊んでくれて、こんな時間が続けばいいのにってなったところにバーンって突き放されるみたいなね。一番大事なことっていうのは、例えばね、明日から仕事でお留守番だから今日はいっぱい遊ぼうっていうことよりも、午前中いっぱい遊んであげてもいいけど、午後ちょこちょこ一人の時間を作ってあげながら、いつものリズムに戻して、またお留守番のリズムに戻してあげるようにしていかないと。もうかわいそうなのはわかるんですけども、ワンちゃんに対してのストレスっていうのはやっぱりね、そこの差にね、耐えられないことが一番多かったりしますので、そのやっぱりお留守番をする前にずっと一緒にいてわーってやっちゃったりとか、帰ってきた時にただいまってやっちゃったりとかすると、やっぱりそういったところでワンちゃんがね、ストレスに感じて不安定になったりすることもありますので、ぜひね、ワンちゃんに接する時にはその時のタイミングを考えていただいて、自分たちがしたいことよりもね、ワンちゃんのストレスにならないことをね、選択していただけたら一番いいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そんな風にしてみてください。はい、というわけで、ね、私たちがそんなにストレスを与えてるつもりじゃなくても、例えばワンちゃんがすぐに怒るね、イライラしてることが多い、常に寂しそうな顔をしてたりとか、またはね、寝てることが多かったりとか、あとはそわそわしてる、逆に落ち着かなかったりとか、あとはね、ご飯を全く食べなくなっちゃったり、逆に食べ過ぎたりとかね、そういったこともやっぱり排泄とかもね、してくれたりしてくれなくなったりみたいなこともね、これもね、精神的な不安定でね、かなりね、左右されることだと思いますので、何かね、やっぱり見てて、あ、うちの子なんか今落ち着かないのかな、不安なのかなとか、なんか遊んでくれてたら遊ばなくなったなとか、ちょっと変化が見えるなと思ったら、大体ね、人が何かしら、自分たちが与えるつもりのないストレスをね、与えている可能性がありますので、ぜひね、その辺はね、ワンちゃんの様子をね、見ながらですね、環境の方一つ一つ整備して、なるべくね、全くは無理ですよ、なるべくワンちゃんにストレスのね、かからない環境を私たちのね、努力でちょっとずつ準備して、ワンちゃんに合わせてみてはいかがでしょうか。